こんにちは、キラタクチャンネルです。こんにちは。はい、どうも店長です。はい。はい。寒くなりましたね。はい。もう12月。はい。はい。あと1ヶ月でお正月セールでございます。はい。はい。いや、そのなんかもう、じゃあ12月中にこの動画を出さなあかんっていう。プレッシャーだと思った。わからないよ。まあ年明けにこの動画が出る可能性もあるから、はい、はいはい、もしかしたらお正月セールありがとうございましたってなってるかもしれない。そうそうそう。今日は何ですか。はい、シダです。はい、またまたラージです。はい、今回はすごいよ、はい、すごいトニックエルマイスター。これは正直めっちゃ気になってたラバー。あ、そうなの。なんで気になってたの。全国ラージとか全日本ラージ行くと関東勢が結構使ってるんよ。あ、結構見るラバーない。見んねん、はい、ただ関西では見たことがない。はいはいはい。使ってる人をあんまり見んな。で、一体このラバーは何やってずっと結構前から言ってたよな。まあ確かに。何あのドニックのラバーみたいな、みんな使ってるやんって言って。いいのかなっていうことは、何かがきっかけで流行ってるラバーなんやろね。うん、そうそうそう。使いやすいかな。結構若い子が使ってるっていうのが多いかな、はいはい、ということは結構だから打てるラバーっていうことなのかな。いや、分からんねんけどな、まだ。そうやな、私らも分からんねんから。そうそうそう。まあ、関西はやっぱりな、日卓ビクタスのラージがやっぱ強い。まあまあ強いイメージで言うと、まずそこから入るよね。大体みんなもうそこやな、うん、L2L3 とか、うん、で、あとはロイヤルジュエルとか、うん、あの辺しか見えへん関西は。そんな中、はい、トニックのエルマイスター、いやもう気に、マジ気になるこのラバーは。いや、ほんで、はい、まあ、実はちょっとここだけの話、はい、これの特注ラバーがあるんですって。え、特注。特注、うん、で、これが、うん、まあ、高度が25度らしいんだけど、うん、それのなんか10度高度をプラスさせたやつが、はいはい、とある販売店で売ってんねんて。うん、めっちゃ硬いよこんなん。そう、うん、でそれも意外とそのトップ選手は使ってるらしい。はいはい。らしい。その辺があれかな、ラージの硬さギリギリ限界なのかな。そう、うん、まずこのラバー自体がそもそも売ったことがないし、うん、まあ一回な、売ってみて、うん、もしかしたら関西で、うん、また江戸と大流行りする。そうそう、かもしれない、うん、関西中のラージがみんなドニックに変わるかもしれない。そうだよね、ぜひ売ってみましょう。分からへんので。分からんです。ということで、これ貼り合わせを、はい、お願いします。やりましょう。はい、それではお願いします。お願いします。はい、トニックのエルマイスターです。エルマイスター。エルマイスター、まあただちょっと前回指南したまあちょっと反対にやってみるけど、プラージュ5がちょっとあまりにも良すぎて、ちょっと待って、時系列できてしまった。もうだいぶちょっとハードル上がった。大丈夫かな、エルマイスター。まあ、まだこっから入るからな。着々、まあ、ね、評価は上がるものですからね、今ね。はい。まあ、とりあえずちょっと行ってみよう。そうです。お願いします。お願いします。
ザ・ラージラバーとか穴のない感じ、うん、欲しがってもうてるやん。ラリーの中で。扱いやすいねんけど、もうちょっとあのこうしっかり打てたらいいかも。じゃあそれはあのインパクトの力がいるやろ。いる。そのインパクトの力が弱かったら、多分普通のボールなんで取りやすいっていう感じがする。そのインパクトの強いバック打ってみてよ。いや
あブロックめっちゃいいかもしれない、エルバイスさん。ということで、はい、エルバイスさんでした。はい、まあなんかちょっと程よく持ってくれるけど、あのアレグロみたいに言ってくれる、うん、まあ癖はない、癖がない、使いやすい、使いやすい、それだけ使いやすい。柔らかめっていう方やったらな、うん、ありな。だから別になんか試合で使いって言われても別にいいよ、万能や、別になんかない、両面張ってって言われても全然いい。いやこれのちょっと5プラスでやってみたいな。まあちょっとそれはおいおいということで、了解です、はい。まあ、なかなか関西にないこの、うん、なドニックのエルバイスさんで、はい、まあぜひ一度打ってみてください、はい、全然悪くない、どっちもいいということで、はい、はい、以上ドニックのエルマイスターでした。ありがとうございました。